内田さん、可能だったらお願いしたいセリフなんてあったりしますか？はい、いいんでしょうか？いいですよ。あ、すごい、はい、じゃあ、あのイチゴ、はい、あのルキアと初めてあのこう刀、はい、こう残白刀で、はい、残白刀を取った時の、はい、あの俺は黒崎イチゴだっていうセリフを、あ、なるほど、お願いしてもいいでしょうか？一番最初にこうルキアに名乗る時です。名乗る時です。はい、分かりました。じゃあまだ人間、まだ死神になってない時ですね。はい、はい、じゃあよろしいでしょうか？お願いします。はい、それでは参ります。俺は黒崎イチゴだ。素晴らしい。ちょっとこう若めに持ってくる。なるほど、そっか。これが今だともっと低くなってくるんですよ。いろんなこと経験しましたもんね。はい、今ちょっと鳥肌立っちゃった。本当ですね、鳥肌立ちますね。すごい、素晴らしい。人生の重みが声にも現れるっていう。さすが。ケンコバさん、はい、いかがですか、森田さんとご一緒して。僕はね、あのもう森田さんとはもう知らない仲じゃなくて、はい、まあ、台北だ、はい、シンガポールだ、はい、上海だと、はい、飲み歩いてますね。そうですね、そうですね。ロケを極力2人協力して、はい、ロケで行ったんですけど、はい、2人でも極力協力して早めに終わらせようと言って、そう、なるべくお酒の時間を長くなるべく取りましょうというね、そういうロケを繰り返してきた2人なんで、そうなんですね、はい、もうプライベートではいろんなお話をしてても、そうです、ね、改めてこのキャラクターでこれちょっと言ってよみたいな。逆にそういう時お願い確かにできないですからね。そうですね、はい、そういえば今日はちょっとお願いしちゃいますか？いや、それこそ月が天正とか言っていただいて、はあ、でもいいんですか？この店潰れることになりますけど、ちょっとマイクレベルとかちょっと大丈夫でしょうか？大丈夫ですかね。月が転生、月が転生でいきますか？はい、わかりました。はい、皆さん大丈夫ですか？あのマイクの方ぶっ壊れないように気をつけてください。破壊力結構ありますからね。はい、はい、それじゃあ参ります。月が転生です。月が転生、ありがとうってなります。午前中からすいません。ありがとうございます。すごいですね。すごいね、やっぱ迫力がね。違う、プロの方違うわ、やっぱり、うん、響き渡ってた。でもちょうどあのブリーチの第一シリーズを撮ってたのが、はい、このビルの道路を渡ったすぐ目の前にある。あ、 MA スタジオあるんですか？ここにあったんです。今ちょっと、はい、はい、あってそこで撮ってたんですよ。そうなんだ。なので今日こちらに来るっていうのはちょっと楽しみで、まるでふるさとに帰ってくるから。こんな都会のど真ん中に、都会ど真ん中にふるさとあったんですか？ちょっと初心を思い返しつつもみたいな。久しぶりにこの地で月賀伝承を言いました。いやー、すごい、本当すごかったです。ありがとうございます。すごかった、本当に。ねえ、ね、